月5日のヤクルト戦に登板した今村武史3日のプロ野球ヤクルト戦で川端慎吾内野手の頭部に死球を与えた広島の今村武史投手が5日のヤクルト戦に登板したものの、やじら、出ることがなかったことを自身のインスタグラムで明かし、ブログで、品のない、汚いやじはやめましょう、と呼びかけたヤクルトのマスコット、つば九郎に感謝した。写真、場内が騒然とする中、硬い表情でマウンドを降りる今村。は3日のヤクルト戦の7回に川端へ頭部死球を与え、危険球退場。川端も担架で運び出されるなど、騒然とした雰囲気に包まれた。その翌日のブログでつば九郎はヤクルトファンへ、ヤクルトスワローズファンの皆さん、カープの、今村くん、わざと当てたわけではありません、と綴り、わかってます、頭だぞー。で、明日以降も、今村くん出てくるでしょう。品のない、汚いヤジはやめましょう、と呼びかけた。4日の試合では、一部のファンから心ないヤジ、が飛んだようだが、ま、気持ちはわかります。だけど、それを、ちびっこが、真似をして言ってるんです。意味もわからず、ちびっこが、今夜家に帰り、家族の方が聞いたらショックを受けるよ、と必死に訴えた。この呼びかけが届いたのか、5日の試合で今、ブラが登板するも、ヤジは飛ばなかった様子。今村が5日に更新したインスタグラムに初暴露の写真が投稿され、正直ヤジられて当たり前だと思ってました。でも何も聞こえてきませんでした。ほんとありがとうございます。暴露さんありがとうございます。と感謝しきり、5日は一部の中日ファンが広島に対し、原爆落ちろ、など、心ないヤジを飛ばし、問題となっているが、ヤクルトファンと広島ファンの間には、わだかまりはないようだった。